ジャニー北川氏の影響力が衰え、平野氏洋が強烈な皮肉を込めた脱退からの新たなスタート。5月22日、キングプリンスへの一員である平野氏洋がキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場したことが発表され、ジャニーズ界に衝撃が走りました。この決断には、平野氏洋自身の思いや、 ジャニー北川氏の性加害疑惑が影響していると言われています。ジャニー氏の名前を引用し、皮肉に満ちた最後って、平野氏用の脱退発表はファンにとって予期せぬものでした。彼は自身の会員制サイトでブログを更新し、以下の言葉を残しました。 明日からキングプリンスじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。これにはジャニー北川氏の名前が含まれており一部の人々にはこの言葉に皮肉とも受け取られました。このジャニー氏の名前は 彼の性加害疑惑に関連しており、事務所としてはあまりメディアに登場させたくないものでした。平野の目標は海外デビュー。平野が言及した目標は、キングプリンス王としての海外デビューでした。しかし、事務所側は消極的で、別のグループであるトラビスジャパンを先に海外で売り出す方針を取りました。この方針が平野、神宮寺雄太。 シユータの三人の脱退につながったとされ、平野のコメントにはその恨み節がにじみ出ていました。芸能ライターは次のように解説しています。キンプリは世界進出が悲願でしたが事務所側は消極的でトラビスジャパンを先に海外で売り出した。このことが平野と神宮寺ユータ、シユータの三人の脱退につながったとされていますからね。 その恨み節を炸裂させた文章です。平野市用とジャニー北川氏の関係。平野市用はジャニー氏の被害者の一人とされており、元ジャニーズ JR で歌手の岡本カウアンが平野と一緒に被害を受けた、と実名告白しています。そのため、平野が、ジャニーさんごめんね。と述べることは皮肉とも受け取ることができるでしょう。ジャニーズ事務所の変化。 以前のジャニーズ事務所なら、脱退したメンバーに対して徹底的な圧力をかけ、表舞台に出さないことも可能でした。しかし、現在ではそのような手法が通用しない可能性が高く、脱退組のメンバーがテレビ出演を続けられる可能性が高いと言われています。民放関係者は次のように述べています。 今平野さんたち脱退組が明らさまに干されるとジャニーズ事務所への逆風がさらに強まります。5月23日以降も他のジャニーズ所属タレントと共演することはないように調整しながら、脱退組もテレビ出演を続けられる可能性が高い。ジャニーズの強制的な干され方との比較。過去、国民的アイドルグループであったスマプオを 冠番組で公開処刑のように謝罪させられ、退場後もしばらくの間、新しい地図としての活動が制約されました。しかし、キングプリンスへの場合、長瀬恋さんや橋海斗さんが残留し、グループ名も存続します。ジャニーズの方針が変わっていることが伺えます。ジャニーズ事務所の今後、ジャニーズ事務所は、 ジャニー北川氏の性加害疑惑の影響からスポンサー筋とのトラブルに直面していると言われています。今後、所属タレントの CM や番組からの降板も相次ぐ可能性が高く、このタイミングで脱退組3人が勝ち組となる可能性も考えられます。結論。 平野紫耀の脱退とその背後にあるジャニー北川氏の影響力の変化について多くのファンが注目しています。ジャニーズ事務所の方針や扱いが変わりつつある中、平野紫耀と脱退組の今後に注目が集まっています。ファンの皆さん、これからも彼らを応援し、コメントやいいねボタンを押して彼らの新たなスタートをサポートしましょう。